どうもお疲れ様です。 FX オリギャルヒの久保でございます。今日はね、髪を染めに行こうと思ったんですけども、なかなかね、そんな時間が取れずに明日になりそうです。はい、それであの FX オリギャルヒのプロモーション、今日でラストということなんですけども、多くの方に、お申し込みいただきましてね、で中にはね、自分のもう本当にこう溢れ出る思いを書いてくださったり、ものすごく悔しい思いをした40代の思い出を私にぶつけてくださったり、私読んでみてね、すごく涙が出るような思いがして、しばらく動けなかったところもありました。あ、そして私の動画をもう3年にもわたってご覧いただいて、やっと勇気が出た、やっとチャレンジする気になったって方がいらっしゃったりとか、本当に長い間さまざまな動画をね見て、そして飛び込んできてくださったんだなっていう方にも、今回ね、お会いすることができました。で今度ね、9月になりますけども、私のところにね、会いに行ってコンサルを受けたいっていうことでね、あの前々からお申し込みいただいていた方がいるんですけども、その方との時間も今日ちょっと決まってですね、こちらの方もちょっとこうまた新しい気持ちでね向き合っていきたいなというところでございます。で全般的に私が思うのが、あの皆さんがね、自分自身に対してお金を払って自己育成をしようっていう思いがこれほどまでに強いんだってことなんですよ。で、これからの日本っていうのは状況がどんどん悪くなってきました。はっきり言ってね、これからの日本は暗くなるとか不況になるっていうのは私ね、10年前からずっと言ってたことなんですよ。これがどういうことかっていうと、10年前に来年はもっと厳しい環境になるよって本当になったんですけども、その来年はもっと厳しくなってるんですよ。それが積もり積もって10年経って振り返ってみたら、失われた30年、賃金が100万円以上も私たちは減らされてきて、そして国民負担率が 20% 前後だったものが今は 50% ですよ。所得が少ない中で負担ばっかり重くなって、はっきり言ってこれじゃ人生もうどうしようもないですよ、ね、でその中で私はね、40歳の時に赤字だらけの麻雀店からネットビジネス、いわゆるアフィリエイトっていうのを始めて、そしていつかは FX の世界に行って投資の世界に生きていこうと思ったんですけども、まあ今はね、FX は自分のものになりましたし、あの人を稼がせるレベルまでやってきました。でもまあ振り返ってみると FX 一本で7年かけてここまで来たかなって感じです。でもね、やっぱり10年20年会社員をやっていてもなかなか今みたいな暮らしにはならないと思いますし、今の世の中、会社員としてね、20代から50代まで30年間勤めても多分年収5、600万とか、場合によっては家族を養うこともできずにっていう風な、住宅ローンも払えずにみたいなことで、なんかね、乱暴な言い方になりますけども、派遣労働やってんのとあんまり自由度とか生活感変わんないよみたいなね、そんな正社員生活もありえるんじゃないかなと思うんですよ。それからもう最近はね、昨年あたりから私話題によく出すんですけども、私が20代の頃に大学を出てすぐにね、就職活動をして花形だったのがアパレルなんですよ。特に紳士服業界がものすごく憧れで、私は紳士服業界全部落ちたんですけども、私の同期はね、どこかに受かって紳士服の世界でまさにね、スーツを売ったりとかジャケットのオーダー取ったりとかしてたんですよ。でも軒並みそういう人たちが40代の半ばから50代に入ってきて早期退職になってるんですよ、ね、もうだって時代が変わっちゃって、スーツは着ない、リモートでネクタイもつけないみたいになっちゃったでしょ。じゃあスーツがどん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 売り上げを減らしてる中で、紳士服業界ってどういう業態変換があるのかな、とほとんどないわけですよ。そうなってくると、アパレルでこの先やっていこうと思った当時の新入社員は全ての自分のアパレルの実績を使えなくなるわけですから、それこそね、転職にも苦労するような段階ですよ。で私当時ね、私が羨ましいと思って紳士服の会社に、大手の会社に入ったあの何人かの友人と話すんですけども、あの時希望通り合格したばっかりに、今は家のローンも払えない、家族にいい思いもさせてあげられない、まあ、ともすれば離婚寸前みたいなね、お金がなくて非常に悔しい思いをしていて、で紳士服の世界に30年間自分の身を打ち込んできた時に、もうどこにもね、持っていきようがないっていう風な不安を話されてましたね。でもそういう方にも私はお話してるんですよ。いや FX をやってみろよって。これからでも紳士服10年やる、不慣れな業界に10年やるよりは FX10 年やったら、どう頑張ってもね、どう転んでもお前 FX で稼げるようになるぞと、うん、
だとしたらサラリーマンを20年30年やってきて後悔するような人生ってのは取り戻せるんじゃないかなと思ってね、お話しすることがあったんですけども、まあなんかね、検討してやってみるみたいな人もいましたし、いやもう投資なんて全然みたいな感じで考えなかった、そんな友人もいます。というのがやっぱりね、私もそうですけども、会社に入ってこその人生だっていうところが大きいんですよ。でも実際私は20代で会社辞めて自分の会社を経営する方で30代を過ごして、一回も黒字にならずに、まあ、諦めてネットビジネスみたいなね、おかしな分野に入ってみたらおかしくなかったというね。そして FX みたいなのが2005年に脚光を浴びるようになってきて、いつかやりたいなと思いながらも10年ぐらい経ってね、2015年あたりに私もよろよろと始めたわけですけども、10年かかってもものにしたいなと思ったら、まあ、2年目ぐらいでね、もうプラスになり始めて、あ、学び方ってこれでいいんだって思ったわけなんですよ。で、今回 FX オリガルヒっていう取り組みで、私がこういうふうな組み立て方だと学びやすいんじゃないかな、特に40代50代の人は FX が相対的に稼ぐ方法としては身近なんだっていうことをね、もう答えが早いんだってことをお話して、多くの方に共感いただいたんですけども、やっぱりね、 FX オリガルヒ経営してきて1年かけてこれだけの人が実績出してくださると、あ、とりあえず間違ってなかったよかったと思いましたね。あとはね、まだ実績が思わしくない方にどう語りかけていって、その人たちを引き上げていってね、この FX オリガルヒに参加した人が過半数ではなくって、ほとんど全員 99% ぐらいがね、言い過ぎでなければ、いずれみんな FX で身を立ててもらうみたいなことができればなと思ってるんですね。まあ雑談みたいに今ダラダラとお話してますけども、私の暮らしも決してね、ドバイに行って毎日シャンパン飲んでみたいな暮らしじゃないですよ。言ってみれば、私が10代の頃に将来40代50代の一般的なマイホームパパ、それが遅れてるに過ぎません。ただし圧倒的に違うのは、私は出勤してないってことなんですよ。出勤せずに毎日会社員として働いて、20代30代40代50代を過ごして部長クラスの役職に上り詰めた人と多分同じような暮らししてるんですよ。で、精神的な拘束もありませんし、いきなり上司に呼び出されることもないし、部下のトラブルでなんかね、焼肉をおごらされることもないですし、もちろん不倫関係とかでね、女性で揉めることもないんで、非常に家族と一緒に平和に暮らしています。だからこそ余計にサポートする時間がいっぱいあるんで、サポートも迅速で丁寧にできるんで、学ぶんだったらうちに来てくんないかなっていう思いもまあ密かにあるわけですよね。はい、ということでね、今回本当にさらに多くの方がね、お申し込みいただいて、 FX オリガルヒは昨日まで36名だったんですけども、一昨日かなんか草を切り目たら40名ぐらいになるかもしれないですね。まあ秋9月になりましたら、すぐにではないかもしれませんけども、もう FX オリガルヒの価格は58万っていうね、価格1本にして再スタートしようかと思います。これは別に嫌がらせをしてね、値段を高くしようってわけじゃなくって、この時点で決断できない方はやっぱりね、不利になるってことなんですよ。で、別に意地悪じゃないですよ、意地悪じゃないんですけども、やっぱりこれだけね、この価格と内容で納得していただける方がいて、ちょっと募集よりもオーバー気味に入ってきてくださるんですよね。まあでも私の方はまだまだ余力があるんで、今のところは全員受け入れられますけども、やっぱり来月もね、同じ価格で、同じ特典とかで、同じペースで入ってこられると、やっぱりね、先行して参加された方が何だったのかなってことにもなっていけないんで、多少ね、世の中全部値上げの時代ですけども、特にお金を稼ぐ方法について商品を作った時には、まだまだ私はね、安いと思うんですよ。これね、変な言い方になりますけど、売る方がそんなこと言うなって言われそうですけども、大学に行って400-500万私は親に出してもらいましたね。でも社会に出て稼げる人間にはならなかったんですよ。でそう考えたら大学ってもう詐欺だなと思いますけども、それに比べて10分の1ぐらいの価格でね、出勤もせずに稼げるようになる、そんな方法が手に入るんだったら私は安いと思うんですよね。で、大学の費用とか高校までの学費ってのを親に出してもらったと思いますんで、あまり負担は感じなかったと思いますけども、なんで負担を感じるかっていうとね、自分で自分の教育費を払うところに抵抗がある方がいるからなんですよ。だから振り返ってみるとね、小学校でも中学校でもやっぱ何百万もかかってるはずなんですけども、やっぱその分だけでもお父さんお母さんにありがとうねって気持ちを込めて、今ね、老後を過ごしてる両親に毎月お小遣いあげてもいいくらいなんですよね。で、お小遣いあげようと思ったら稼がないといけないんで、じゃあやっぱり稼ぐ方法を何とかしないとねってところが来るわけですよね。まあ、ということでね、バラバラと雑談みたいにお話ししましたけども、8月31日、本日をもって一応 FX オリガルヒの特典販売、
夏の特典販売1周年記念販売は終わりますんで、心残りの方もねいらっしゃると思いますけども、迷ってるんだけどなって方はね、お問い合わせだけでも全然対応できますんで、お問い合わせして気持ちはあるんですけどもなかなかっていうことだけでもね、ちょっとね入っていただければ、少しはね私の方も何かお話ができるんじゃないかなと思いますんで、まだねお時間ありますんでお待ちしております。それじゃあそろそろね子供が帰ってくるんで迎えようかと思います。お疲れ様でした。